赤坂コーチングの西村です。本日はこれまでに行ったことのある場所でもう一度行きたい場所はです。これ私アメリカのニューヨーク行きたいですね。あそこ広くってじっくり見てると1回じゃ回れん、てか2回行ったんだけど2回でも回りきれてないっていう感じです。もう一回ぜひ行きたいですね。同じ意味でイギリスのロンドンも行きたいかなって思います。本日のテーマは菅谷慎一さんの YouTube 実践メールの108日目でした。